バリエは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州のシュターデ軍に属す、マチソンで、1971年以降、ザムトゲマインでノルトケーリンゲンを構成する自治体の一つである。バリエは、オステ川とエルベ川との間のケーリンゲン地方に位置する。エルベ川の対岸には、ブルンスビュッテルがある。地形は、オステ川川口に接するヘルナー海底の一部で、 バリアー外堤に分類されるエルベ川堤防によって形成され、東はベヒテルン外堤としてレンフレート外堤に接する。フライブルク、エルベとノイハウストを結ぶ、修道111号線が町内を通っている。この町はドイツフェリー街道沿いにある。町は農業が主な産業で、農地、湿地草原、果樹園が町域の多くを占めている。集落は、 街道沿いに点在している。森はこの町には、ほとんどない。バリエは、西はノイハウス及びベールーム、南はゲーファースドルフ、東はエーダークバルト及びクルーンメン大ヒと境を接する。バリエの鳥類保護区この町は、クビユーのバリエのほか、以下の集落で構成される。オステ川沿いの農家ケーディンゲン地方はもともと、エルベ川下流域の中洲であった。 紀元前後の時代に徐々に砂が堆積し、三つの大きな中巣が形成されていった。バリエ島、ベヒテン島、ハーメルベルデン島である。ローマ帝国の戦乱でエルベ川に達したプリニウスは、下半の人々がヨシやイグサで作った網で漁業を営んで、生活していると報告している。カロリング町時代、おそらくハーメルベルデン、及び現在のバリエ町内の東部に税関が、 設けられていた。船による往来には、エルベ川本流だけでなく、多くの細い水路も利用された。陸路は、状態が悪く、通行に不便であったためである。橋や、後の水門の前進などが、水路上にも設けられたが、高校に支障を来さないように配慮された。中世になるにつれ、もともと単なるデードの体積だった場所に、川辺に特徴的な植物が息づき、 両生類が生息する環境が形成されていった。こうした土地は牧草地として利用されるようになった。30年戦争終結後、湿地へ盛んに入植がなされるようになった。特に貧しい日雇い労務者の定住地として入植は進んだ。農業だけでなく、レンガの生産に必要な粘土の採掘が行われた。 この労働集約的な生産は工業化されず、他の地域の安価な競合品に市場を奪われた。古い教会を有した、この集落は教会組織上ブレーメン市教区の管轄下にあったが、政治的にも領主権は司教本部が有していた。北海沿いの他の農村がそうであったように、経林源地方の農民たちは一定の自治権を享受していた。司教の名において、 村を統治するリーダーは住民によって選出され、下での地方裁判所は高訴審裁判所として利用された。1648年、ベスト・ファーレン条約により、この地域にスウェーデン領となった。1719年にはハノーファー選定公領となり、1866年にはプロイセン領となった。 第二次世界大戦中はエルベ川対岸のブルンスビュッテル近郊にあった運河水門を守るためにバリエに砲台が設けられた。バリエは1947年からニーダーザクセン州の一部となった。もともとこの町は1932年にシュターデ軍に編入されたケーリンエン軍に属していた。この町の住民の多くはプロテスタントの信者である。教会は バリエ地区にある。バリエの町下会は11議席からなる。町長はヘルマン別種である。バリエの紋章は1948年4月26日に制定された。青字で基部に銀の波形に分割された部分がある。中央には下付きの金が浮かんでいる。この紋章は伝説を想起させる。ある洪水の時、バリエの住民がブルンスビュッテルの教会の金を盗んだ。 金は、西風の旅に、多い、ブルンスビュッテル。となった。長い時が過ぎ、ケイリン林源地方の洪水の際にブルンスビュッテルの、住民たちが救援に訪れ、金を持ち帰ったのである。ナトゥロイムニーダーエールベバリエの中世村、フライブルク、エルベ、ゲーファースドルフマイナスの、イハウスと経由する道路を介して、連邦道 B73 号線に接続する。 シターデからイッツベルデンエイファースドルフ行きのバス路線がある。最寄りの駅はクックスハーフェンハンブルク線のカーデンベルゲである。バリエとフライブルク、エルベやイッツベルデンとを結んでいた狂気鉄道ケーリンガー・クライスバーンは1933年に廃線となり、1935年までに完全に撤去された。ありがとうございます。